千葉県議の16人は、おととし5月と去年4月、エネルギー関連などの調査活動としてイギリスやドイツなどを訪問し、政務活動費およそ690万円が支給されました。この視察について16人は、一人の報告書をコピーして全く同じ内容の報告書を提出していました。市民オンブズマンは、一人一人が研修報告書を作成しておらず、研修活動と言えないなどとして、県の監査委員に議員の政務活動費の返還などを求めました。10年ほど前から同じ手法が使われていて、議会事務局は全員が同じ視察をしているので問題ないとしています。結果は60日以内に出される予定です。